超ホラーナイト。まあここで皆さんにお知らせがあります。本日から1週間から2週間出張ホラーナイトがずっと公開される出張ホラーナイトウィークが始まります。おーやった、生きててよかった。そうなんですね、皆さんからしたら朗報、僕たちからしたらここから撮影が始まりますので、もうメンタルがやばいことだって複数回れるわけでしょ、はい、なんと今回最低3カ所回ることになっていました。うわー、重きょいマックス8カ所。8? 今日の時間の許す限りとなってまいりますが、ちゃんと出張って何かしら現象起きてるよ毎回、うん、やばい、何かのこれもね、前回衝撃すぎたからな。いや本当、前回 SS 級の心霊スポットに行きまして、出張ホラーナイトウィーク第1弾同僚堂跡という場所に来ています。同僚堂跡、1963年にですね、同僚峠って言われる峠があるんですけど、うん、峠、そこの同種であった老婆殺害される事件です。なるほどね。そっからちょうど10年後、立教大教授がですね、不倫相手の教え子を殺害するという事件が起きて、そこの死体遺棄現場です。いや2事件あったと、もう2名亡くなっています。完全に曰く付きの場所ってわけ。いや完全に曰く付きの場所です。結構ありとあらゆる現象が起きていて、うん、びっくりしたー、ちょっともう研ぎ澄まされてるからね、まあ、もうこんな感じですよ。だから、まあ、老婆のすすり泣く声が聞こえてきたり、女子大生の霊や声が聞こえる、なるほどね、もう完全にそれといった現象が多発していると。でまた地蔵を破壊した若者たちがいたみたいで、その人たちが白い車に乗っていたところことから、あの白い車に乗っていると呪われる確率が相当高くなると、まあ、今回は僕らは一応白い車ではないので、よし、クリア、まあ、そこはクリアなんですけれども、ね、まあ、結構ここ有名な心霊スポットみたいで、まあレートで言うと多分 A から S レート、いや高いだよそれでも、前回の、薬師堂の巻が、SS レートという、なるほど、ね、本当にもう分かったでしょ SS レートがどういうところに、いやもうマジもうやばいでしょ、 あそこ一日なんかもう、あ、終わってもいいなみたいな、本当になんか終わってしまうかもっていう決意されるじゃん。うん、まあ、今回 A から S ということで、あれと比べればまだ優しい、まあ、まだ優しいかもしれないんですけれども、うん、まあ、今回は結構えげつない広さもありまして、うん、それまで行く道がもうなんか峠道なんで、うん、雰囲気やばいらしいんですよ、まあ、ということでですね、こちらの同僚堂跡と 今から行きたいと思います。やばくね、暗っ、うわ暗すぎ、えやばいやばいやばい、え暗すぎ、一応暗すぎ、右の感じとか、これもう崖だから消した、危な、嘘でしょ、これ気付けた方がいいわな、結構高いやん、やばいっすね、ターボさん、これこれマジでやばい、これやばいね、本当に5メートル先見えんね、距離的にはあと多分100メートルとか、いやいやこれやばくない、帰る時この道通るのもしんどいな、もう怖っ、ガチでやばい、こんなやめて、クモスこんな低いとこ張ってるとか誰も入ってねえぞこれ、確かに、おお、なんだなんだ、どうしたんだ、エグいクモスだったの、え二手だ、ほんとだ、二手道がわからんくない、結構あるわ、やばくね、なんかやばいくね、マジでやばい、マジでやばい、雰囲気ちょっとまずくない、うん、ちょっとこれどっ、ちょっとやばい、ちょっと落ち着く時間帰れるかなこれ、うわなんかちゃんと SS 級じゃない、えってこの見た目やばいよね、普通に俺もう見た目がちょっとやばい、うわ何これ、神社、何これ、あこれ神社の入り口だ、うわ あなるほど、階段じゃあこっちだ、ここだ、うわやばい、着いた、やばい、着いた、着いた、ついにこれだ、これがそれか、これです、うわやばい、ここだ、後ろで勝ち勝ち、ちょっともうやめて、マジマジやめて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 、何があっちあっちあっち、ちょっとパニクんないでよ、うん大丈夫、パニクんないで聞いてもらっていいですか、はい、うん、ちょくちょく女の人の声してます、やっぱりしてるよ、俺も聞こえてる、じゃあ俺ちょっと俺は風で、あの風だと思い込もうとしてたけどね、あ、これ上に行ってる階段、まだ上に、じゃあ峠で峠、完全な、あ、じゃあこれが老婆が亡くなったとされている峠ですか、え、なるほど、結構階段あるよ、やばいでこれ、結構きついぞ、気をつけて行こう、え、てかマジしてるよね、ちょくちょく、してるしてる、ほらほら、もうカチって言ってるもん、向こう、ほらほら、めっちゃカチって言ってるよ、マジでめっちゃ聞こえてない、声の声、ほんと聞こえてない、これ
うわ、なんかもう明らかにヤバくね、これ。うわ、ちょっとこれヤバいとこに足踏み入れた。なんだこれ、これ行くの本当怖いな。うわ、なかなか行く勇気が出ない。でも声が、マジな、ちっちゃい聞こえない声でこれ行くのやべえぞ。めっちゃマジな。ちょっと後ろグループが、階段の傾斜やばいね。やばいね。うわ、まだあんじゃん、まだまだ登るじゃん。こんだけ照らしても真っ暗だからね。うわ、ほんとだ。めちゃくちゃ暗いな。てかもうカメラだけじゃなくて、もう俺らの肉眼もね、もうすぐそこマジで真っ暗だ。なんだあれ、あれなんだ、何、ね、なんか左あるぞ。なんか石みたいなのがある。読めない。なんて書いてんだろう。なんかある、これ何。うわ、鳥居じゃないな。謎にベンチがある。ほんとだ。こんなとこでくつろげ。あ、やばい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 。まずい。まずい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 。急に出てきた。出てきた。急に出てきた。これですよ、本拠地、例の場所です。お、え、うわ、落ち着け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 。俺足音したよ、そっち。した、俺もした。そっち、そっち、そっち、そっち。これこっち。ちょっと待って、落ち着こう。落ち着いて。うわ、するわ、声。え？なんかヒュルヒュルいってるよ、変な低めの。え、ちょっとさ、このベンチ、待ってんじゃねえの。ん？ベンチで誰か待ってんじゃねえの。ちょっと一旦、周り照らそう、周り照らそう。ちょっと怖すぎて動けねえ。マジか、マジか、囲まれてる感じだもん。あ、ある、確かに。真ん中にいるんだよ。そこにも地蔵いない。そうそう。あ、これかも、俺低い声。うわ、ちょっと、もうやめてやめてやめて、もう来て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 。まあ、一旦状況整理しましょう。俺たちから見て、あっちにベンチがあるんですよ。で、そこでタバコが足音するって聞こえて、よく見たらそこの横に地蔵あったんですよ。で、俺はそこから低い声がした男で。で、今度逆側、あっちに、あのメインの本当にヤバいって言われてる地蔵があるんですよ。そっから大輝が声したって言う。聞こえた、聞こえた。で、なんか囲まれてる感があるって俺と君も確かに思って、うん、なんかずっと超発砲感じてたよ。あれ来るとやばいね。さて、どこ着こう。一旦落ち着こうとしてるんですけど。出席してるの。してるよね。いや、普通にしてる。普通にしてる。俺、1個ぐらい入ってる。俺も今そっちからしてる、うん、これはちょっと結構多いで、俺らが今いる道もなぜか来たとこじゃない道なんだ。一、うん、個先こっちなんだ。めっちゃいろいろ枝分かれしてる。で、言うの忘れてたんだけど、まあ、稲川淳二さんの怪談話の舞台に乗ってるぐらい。マジ？そうなんだ。うわ、やばい。すごいとこなんだ。じゃあ地蔵さやるとこまで行きましょう。はい。どうする？大輝が声聞こえた方の地蔵行く先。じゃあベンチの方から。ああ、ベンチ。じゃあ俺と達輝が声聞こえた方の地蔵がこちら。これ。何これ。花とかも飾られてるね。で、この真横にこっちにベンチがね、そうあってあるんですよ。うん、の反対側こちらです。こっち怖い。大輝がこっち、こっち行ってるよ。バイクでしょ。うわ、これやばい。うわー、なんかあって、なんか手が破壊されてるね。え、あ、じゃあこれ壊したの。いや、多分ね、もっと壊せると思う。手ないし、なんかね、切れたんですよ。え？おいおい、触れ、触れたね。触ってなかったよね。多分触ってない。俺触ってないよ。おいおい、ちょっと待って。触ったにしても一撃でまた再生されてるよ。うん、録画停止、録画停止。え、待って、やばない今。え？え？え、本当だ。今やばい。ちょっと今やばくない。ちょっと待って、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 待って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 、これは木の横で女の人見えた。マジで見えた。